緊張もしているかとは思いますけれども、今年一1年も、ね、全日本お疲れ様でした、どんな1年でしたかすごく大変でした、何が一番大変でしたか、本当に日本が世界で勝つためには、チーム力っていうのが大切だなっていうふうに改めて感じることができたので、あれ、はい。 そ,そこを作っていくのがすごい難しいな、大変だなって思います、まあ。いろんな経験をされての V リーグになりますけれども、改めて V リーグに向けての抱負をお願いしますチームとしては、新しい選手も加わり、若手もどんどん成長しているので、うまくチームがかみ合えば、優勝も狙えると思うので、チーム力で。 頑張りたいなというふうに思っています。はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続きまして木村選手にマイクが渡りました。えー、もう隣はね。